皆さんこんにちは。大物俳優として第一線で活躍し続けてきた岸恵子さん。岸恵子さんの若い頃を知らない人はたくさんいることでしょう。そこで今回は岸恵子さんのこれまでの経歴を中心に深掘りしてみたいと思います。岸恵子さんは1932年8月11日生まれ、神奈川県横浜市の出身です。もともとは小説家志望であったという岸恵子さん。高校生の時に映画美女と野獣を見たことがきっかけで映画が好きになり、松竹大船撮影所を見学している最中に吉村幸三郎監督にスカウトされました。このスカウトは断ったものの、吉村幸三郎監督からの本物の女学生が欲しいという要望に応える形で映画一本に携わることになります。1951年に大学に入学するまでということで松竹に入社しました。映画我が家は楽しで俳優デビューしたところ、これが大ヒットを記録します。するとそのまま俳優として活動を続けることになりました。デビュー作から大ヒットを飛ばしていた岸恵子さんでしたが、代表作となったのは1953年から1954年にかけて放映され大ヒットした映画君の名はです。この作品は第二次世界大戦の東京空襲の中、偶然に出会った男女の恋の物語です。名前も知らずに別れで半年後の再会を約束しますが、すれ違いが続くというもどかしく切ないラブストーリーは多くの人を釘付けにしました。こうして岸恵子さんは松竹の看板俳優の座を不動のものとします。1954年には俳優の久我良子さん、有馬稲子さんらと共に映画制作プロダクション文芸プロダクション人参クラブを設立しました。代表取締役は岸恵子さんの10枚の夫であり出版社改造社の出身であった若槻茂さんで、設立した目的は俳優のための映画の企画を自由にするためというものでした。2013年には恋愛小説終わりなき恋を発表した岸恵子さん。この小説は自身の恋愛経験をもとに独自の表現で物語化したものです。2014年にはこの小説を原作とした脚本を自ら作成した一人舞台終わりなき恋の主演を務めています。デビュー作家が大ヒットし、着々と松竹の看板俳優に成長していった岸恵子さん。映画のスクリーン以外ではどんなストーリーが繰り広げられていたのでしょうか。映画デビューを果たした翌年の1952年には映画坊ちゃん重役で俳優の鶴田浩二さんと佐田啓二さんの相手役を務めた岸恵子さん。当時は松竹の看板スターであった鶴田浩二さんでしたが、戦後に独立することになり、第一作目のヒロイン役に岸恵子さんを指名します。するとそのオファーを松竹側が拒否しました。それを受けて岸恵子さんは松竹に辞表を提出しますが、それは困ると松竹側が共演を承諾し、岸恵子さんは映画に出演しました。さらに鶴田浩二さんの自作でもヒロインを務めています。そんな時岸恵子さんと鶴田浩二さんの熱愛報道が出ますが、松竹から強制的に別れさせられたと言われています。1953年から1954年にかけて出演した映画君の名はでは、岸恵子さん演じる主人公の氏家真知子のストール姿が話題となりました。これは撮影場所であった北海道の厳しい寒さに耐えるために岸恵子さんが自身のストールを巻いたアドリブでしたが、巻き方を真似する女性が次々と現れ、マチコ巻きとしてファッションに取り入れる人が続出し、社会現象にもなりました。1972年には映画約束において俳優の萩原健一さんと共演した岸恵子さん。さらに布雨のアムステルダムでも共演が続きました。その仲の良さから熱愛が噂された2人でしたが、仲の良い友人同士であったことが分かっています。当時萩原健一さんは岸恵子さんをお姉さんと呼んで慕っていました。現在90歳になる岸恵子さんですが、結婚はしているのでしょうか。岸恵子さんは1957年にフランスの映画監督のイブ・シャンピと結婚しています。結婚後はパリに生活の拠点を移し、フランスと日本を行き来しながら俳優業を続けていました。岸恵子さんとイブ・シャンピが出会ったきっかけは日仏合作映画忘れ得ぬ慕情の撮影だったそうです。イブ・シャンピは岸恵子さんよりも11歳年上で、当時の岸恵子さんは25歳でした。
挙式はフランスで行われ、小説家の川端康成氏が立ち会い人となりました。岸恵子さんは1963年に第一子となる娘デルフィーヌ・マイコ・シャンピを出産しました。娘は名門であるソルボンヌ大学を卒業後はバンド活動を開始しています。その後は作曲家となり映画音楽を制作しています。母親が日本人ということもあり、パリの東洋語学校で日本語の勉強をしましたが、日本語の読み書きは苦手のようです。結婚後はパリと日本の往復を続けながら俳優として活動していた岸恵子さんでしたが、イヴ・シャンピとはすれ違いの生活が多くなることになります。次第に夫婦関係に亀裂が入るようになり、さらにはイヴ・シャンピが浮気をしたことが決定打となり、1976年に離婚に至りました。当時岸恵子さんは41歳で、娘は11歳でした。岸恵子さんの一人娘であるデルフィーヌ・マイコ・シャンピが過去に失踪するという騒動が発生しています。岸恵子さんの娘デルフィーヌ・マイコ・シャンピが行方不明になったのは彼女が10歳の時です。岸恵子さんの田舎で突然行方がわからなくなり、村中が大騒ぎとなりました。しばらく捜索してやっと見つかったデルフィーヌ・マイコ・シャンピでしたが、突然いなくなった理由を聞いたところ、父親であるイヴ・シャンピが浮気をしていることを察していたということが分かりました。それに傷つき姿を消したといいます。行方不明になった娘を心配して日本に飛んできたイヴ・シャンピさん、浮気していたことを謝りましたが、岸恵子さんの離婚の意思は固く、娘と愛犬を連れてパリの家を出ていきました。テレビでたびたび仲の良さが目撃されている岸恵子さんと岡本健一さん、そのため岡本健一さんは岸恵子さんの孫なのではないかという噂があります。岸恵子さんと岡本健一さんは2006年に放送された旅番組岸恵子のとっておきフランス旅で共演しています。この番組では岡本健一さんと岸恵子さんの仲の良い様子が伝えられ、2017年に徹子の部屋に主演した際にはパリにある岸恵子さんの家を岡本健一さんが訪ねる様子が伝えられました。岸恵子さんと岡本健一さんが仲良くなったのは1990年のドラマ水の女その愛はエーゲ海に殺意を招くで共演したことがきっかけでした。岸恵子さんと岡本健一さんはテレビでたびたび仲の良い様子が伝えられ、孫なのではないかという噂も流れましたが、岡本健一さんは岸恵子さんの孫ではありません。岸恵子さんの本当の孫はデルフィーヌ・マイコ・シャンピの子供であるロスコーとジャクソンの2人です。松竹の看板俳優となり日本を代表する俳優となった岸恵子さんは現在90歳。最近ではどんな活動をしているのでしょうか。最近の岸恵子さんは俳優業よりも作家としての活動が多くなっています。デビュー作が大ヒットし、その後も大ヒット作が続いた岸恵子さん、さらには当時では珍しい国際結婚までも成し遂げ離婚を経験するなど、まさに人生は波乱万丈であったと言えるのではないでしょうか。しかしそれすらも自分の糧にして、さらに小説として表現している岸恵子さん、人生を楽しむ凛とした女性の代表と言っても過言ではないでしょう。今後は自分の人生にどんな色をつけていくのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。